こんにちは、こんばんは、駿河です。今日はプレイステーション4のリージョンフリーやプレイステーション4の世界での発売日について話していきたいと思います。リージョンフリーということはプレイステーション4で、海外のゲームソフトでも遊べるということです。ブックフリーとは、自前のハードディスクで換装できるということで、自分で用意したハードディスクを取り付けすることができます。で、確かプレイステーション3の時もそうだったと思います。プレイステーション4の世界の発売日を言っていきます。北米では、11月15日、ヨーロッパでは11月29日、アジアでは12月、日本では来年の2月の22日となっております。これはなぜかと言いますと、規模が大きい欧米市場に優先的に先に出してクリスマス商戦で、品切れを防ぐという狙い、今回は欧米がメイン市場となっております。欧米がメイン市場になっている背景には、やはり日本では、市場が縮小しているからなのではないでしょうかと思います。今回はプレイステーション4が日本が先に発売ではなく、アジアが先に発売をしてしまうという理由は転売屋さんの問題があると思います。プレイステーション3の時に、日本が先に発売されました。その時に転売屋さんが世界へ、例えばブラジルとかアメリカとか他の国々へプレイステーション3を日本から海外へ大量に流しましたという過去があります。並行品が他の国へ入ってしまうと正規品が売れなくなってしまい、それでビジネスにならなくなってしまうということが、転売屋さんを防ぐ方法は事実上無理なのかもしれません。僕の個人的考えですが、世界同時発売にないと思われます。転売屋さんに転売されることは防げる思われます。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、下のボタンを、チャンネル登録ボタンをクリックしてください。お願いします。